前、5年前、誰に喧嘩を吹っかけたんだ？近江連合直参、合流会2代目会長、合田隆二。今から会いに行く、近江連合会長、合田陣の息子だ。会長の息子？バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ。5年前、合流会は神室町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧道島組か？いや、東条会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東条会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだのか？一人でな。合田隆二ってやつと察しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だった。銃刀法違反でパクられ臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは東条家へ背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな罠仕掛けてるかわからねえ。杯の話用心してかかった方がいいぜ。ああ。桐生さん。ん？いや。ああ。ああ。
よろしく頼みます。いや、いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。しばらく寝てろ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい、せや。お、おい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客さん、こっちの人やないね。ああ、旅行でこっちへ来たん？いや。じゃあお仕事？まあそんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや？ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名な薬剤さんなんやって。あ、はい、お呼びでしょうか？関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すみません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん行さん引っ張ってこんかい。ええ加減にせえ。もうええ。あ、親分さん、ありがとうございます。親分さん、さすがやわ。感覚あるな。当たり前やがな。お前さん、この仕事してて親父のこと知らんのかい？未来の近江連合のドン、関西の竜や。覚えときゃ。へえ。どないしました？あ、こいつのせいでか。ちゃうわ。お前今何言うた？は？覚えとらんのかい？え、あ、
席外せ。自分なんか親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。あ、いや、ええから早う謝らんかい。すいませんでした。ほら、みっともないで。はよ席座らんかい。山田、悪い、わしと杯交わしてからなんぼや。2年です。そうか。あの、親父。で、さっき言うたこと思い出したんかい。え、あ、いや。まあ、飲めや。はい。いただきます。これで思い出してやろう。はよ言うてみや、これ。関西の竜。関西の竜って言ったんだ。ちょっとあんた。落ち着かねえ店だ。待てや、我よくも口にしたの。おめえらがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさってこら。あれだけでかい声で喋られたら嫌でも耳に入るぜ。うら。舐め腐った。大阪湾に沈めたのか。覚悟せや。お見事や。中は血の毛が多くてのもうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとしておごらせてください。断る。近江合流会のおごりです。わしの顔立てたってください。や、合流会。よし、この店で一番高い酒持ってこい。はい。ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。
ああ、そうやるな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさかいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。これは失礼。わしは近江連合合流会二代目の合田隆二と申します。合田、近江連合ぐらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですさかいに。ああ。でお名前は。名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。桐生一馬だ。堂島の竜、東城会の桐生一馬さんですか。いや、そんな男は知らねえ。兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃それどころやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああ、せや、せっかくやから教えます。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし関西の竜と呼ばれんのが気に入らんのです。竜はまだい、関西が嫌なんです。竜に関西も道島もありゃしません。極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうど、カムロ町に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火。わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まるんや。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日、堂島の竜は死ぬ。何？それでわしは本物の竜になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああ、そう、一つ言い忘れましたわ。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ。あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の香りが。桐生一馬さん、ほうな。仕掛けた花火、12時、一体何が始まるんだ。
先ほど午前0時に神室町のミレニアムタワーで爆発が起きた模様です。詳しいことはまだ分かっていませんが、爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり、事故以外の可能性もあるとのことです。これが花火。ついに始まったか。ああ、須藤です。ええ、残念ですが、倉敷課長の読み通りとなってしまいました。いや、まだ関西とのつながりは分かりません。ええ、そうです。やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか。分かりました。では、私の方も手配します。ええ。あの任務は伊達さん以外にこなせませんから。はい。では。